ナトリ・テッペは山梨県出身のレーシングドライバー。山梨県中駒郡昭和町出身。山梨学院高等学校卒業。姉は鈴鹿サーキットクイーン39期生を務めたナトリ幼稚園の頃、富士スピードウェイでレース観戦した帰りに立ち寄った御殿橋のレーシングカート場で子供たちがカートを楽しんでいるのを見て興味を持ち。 小学2年からレーシングカートを始めた。その後妻子イカートレースで2009年2010年の2年連続でシリーズ2位になると2011年の全日本ジュニアカート選手権第2戦で初優勝。エペジーカップヤマハイ2013年の鈴鹿選手権シリーズでシリーズチャンピオンになる当実績を積み重ね2017年度。 鈴鹿サーキットレーシングスクール、フォーミュラスカラシップ唯一の獲得者となった。2018年は FIAF4 選手権に参戦し、ランキング2位。チャンピオンを獲得した角田博史武と共に2019年に通し、FIAF3 にステップアップしたが、1年で帰国。帰国後は全日本スーパーフォーミュラライツ選手権に参戦、するほか、 2021年のスーパー GT ではチームアップが0時で小林隆史とタッグを組む。ありがとうございます。